チャンスを決めきることができたのが良かったです。チームとしてもうちょっとこうボール保持して、まあ、もっとチャンス作りたかったのなっていうのを、まあ、勝つことができた。そうです、まあ、あのボール持った時に田中選手がすごいいい動き出しをしてくれたので、そこにパスを出して田中選手がいい形でゴールを決めてくれたので良かったなと思います。エビさんがあそこに持ってた時に、まあ、よくチームではそこのなんていうか、まあ、流れてあそこの角で受けようっていうのを意識しようっていう話だったんで、まあ、それに流れたら本当にいいボールが来てくれたので流し込んだけど、まあ、課題は多い、攻守ともに課題は多いですけれども、まあ、勝てたことを一つの、まあ、チームの力として第3戦、DVRとの試合に全力でぶつかっていきたいなというふうに思います。リオ五輪予選以降やってないんですけど、おそらく今までのイメージ通りだと、今までの2戦よりは1段階スピードも、フィジカルのコンタクトの部分もかなり上がるなとは、はい、覚悟しています。ここまで来たら、絶対優勝して帰りたいと思います。チーム一丸となって最後みんなで優勝できるように頑張りたいです。はい、必ず優勝したいので、しっかり結果を残したいと思います。